自分今怪我人で、まあ、練習参加できてないんですけど、まあ、実は高校の時も最後の大会の時怪我して、まあ、最後引退、練習もできないまま引退したんですね。でも今とその時とで心境が結構違って、でなんで違うのかなって考えた時に、そのまあ自分がその集団の中の一人であるっていう意識がやっぱり強くなったんだなってことを思いました。でこれがまあどういうことかっていうと、まあ集団の中の一人って意識することを、まあ軽く見ちゃえば、まあ自分一人に責任が少なかったりとか、まあ別に自分一人頑張んなくていいやって思う考え方って思うかもしれないんですけど、決してそうやったマイナスの方面の考え方じゃなくて、あくまでもそのチーム、まあ、チームの100のうちの、まあ、1とか2だとかが自分になってるっていう責任を持って、まあ、そういう意識を持っていくってことが大事だなって思ってます。で、まあ、アメフトっていう、まあ、競技の特性上なのか、結構もう気持ちの面でそのプレーが左右されることが多いと思ってて、まあ、自分とかじゃなくて、まあ、みんな全員で、まあ、いい時、まあ、調子がいい時はそれはいいことあると思うんですけど、やっぱりその、まあ、ちょっとしたミスからどんどん落ち込んでって、まあ、荒れたりとか、まあ、消極的なプレーが増えていったりとか、そういうこともやっぱり出てくると思うんですけど、やっぱそういう時こそ、まあ、自分があくまで集団の中の一人であるってことを、まあ、ちょっとでも意識してもらえれば、まあ、マイナス方面じゃなくてプラス2方面でそっちを意識してもらえば、やっぱりなんか自分がどうしても活躍しなきゃとか、まあ、結局、まあ、欲しいんですけど絶対にそういう必要性はなくて、やっぱりそのもし自分がダメな時でも最低限自分が仕事してれば、まあ、周りの人が、まあ、頑張ってくれてたりとか、まあ、あくまでもその周りに頼るとか、まあ、チームだっていうことをもっとその、まあ、今のみんなには意識してほしいなと思います。まあ、結構ぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあ、自分がやっぱりみんなにのちょっと、まあ、頭の片隅に、まあ、自分が集団の中の一人であるってことを意識してほしいなと思います。ストップ。